こんにちは。今回は若狭湾の名物アオリイカを紹介するよ。アオリイカは春先に浅瀬で卵を見つけるんだって。そして見つけた卵は春の終わり頃に帰って小さいイカたちが生まれるよ。赤ちゃんたちは夏から秋にかけてすくすく大きくなっていくんだ。そしてさらなる餌場を求めて冬に浅瀬から深場に潜っていくんだ。これが春先に生まれたアオリイカの赤ちゃんだよ。そして後ろに映っているのはイカの卵だよ。秋に大きくなったのがこれなんだ。間違えた、これは餌の魚だった。気を取り直して。水槽に入れたばかりだから興奮して色が濃くなっているね。落ち着いてきたら透き通った透明な色になるんだ。アオリイカの食事の様子だよ。迫力満点だからよく見ててね。おいしいのかな。どうだった？スナイパーみたいでかっこいいよね。こうやって魚を捕まえてゆっくり食べるんだね。12月初めくらいまでは展示しているからみんなが来てくれるのを待ってるよ。